石川県白山市と友好提携している藤枝市は、能登半島地震で白山市に避難している和島市の中学生を励まそうと応援メッセージを添えて支援物資を送りました。今日送られたのは藤枝市内10校の中学校のうち8校分の応援メッセージで、残り2校分も今後郵送されるということです。メッセージには。 辛いことがたくさんあると思いますが、自分の夢に向かって頑張ってなどと書かれています。また、和島市の中学生から要望があった飲み物やお菓子など、多くの事業所から集まった支援物資も送られました。